日リアルイベント漫画道ライブ2023の開催が決定しました。やだすごい。漫画道フェスだからできる楽しい企画満載でお届けします。会場で一緒に漫画を楽しみましょう。楽しみ。この漫画が熱い、うん、今回のテーマは、うん、もしもアニソンイベントをプロデュースするならです。楽しいね。スターリッシュ出た。マジラブ 1000% チャイニーセブンスターズ。ほう。これアイドルマスターサイド M の主題歌リーズンね。リーズン、うん、美男高校地球ボーイブラブ絶対無敵フォーリンラブ、はい、マジキュンルネッサンスのマジキュンナンバーワンっていう曲なんですけどあなんか、はい、あの全部タイトルが一緒に書いてある岩井さんとは私違いますから。あそうですか、はい、じゃあちょっとお願いしていいですか。私のフェスなんで、うん、ちょっと私にまつわる人たちを集めるっていう。あ最高じゃないですか。はい、そうですね。花沢、はい、その欲望フェス、欲望フェスです、はい、まずはこちら、うん、戸松はるかちゃんもっと派手にね。おお、はい、これですね、あのカンナギっていう作品がありまして、カンナギの主題歌か。もう戸松はるかちゃんとはあの10代の頃トラブルという作品から一緒にやってるので、はい、トラブル出てました、ね、そうなんですよ。もうなんか戦友みたいな感じなんですよね。うん、年も近いっすよね。そうですそうです、うん、あの戸松ちゃんが一個下なんですけど、うん、でね彼女は本当にねお芝居も上手だしね、歌も上手だし踊れもするしね、本当にすごい人なんですよ。トマスは喋っても面白いもんね。面白いの。ちょっと昔のアイドルの感じの歌なんですけど、うん、トマスさんずっとそうじゃない。そうその感じだよね。その感じですね、うん、ちょっとオールドスタイルだよね。そうサビがね地味だねいいね。そうなんですよ。戸松さんはなんか感じが全然ずっと変わんないですね。そうなんですよ、ね、ずっとね彼女は小5女子みたいな衣装着てるよね。なんかね衣装なんか小5女子みたいな衣装着てるじゃないですか、いつもなんかあのスタイルいいから、ね、何でも似合っちゃうんですよ ね, そうそう、テンション感もね確かに小5女子ですね、うん、確かに、うん、そう、ね、明るいよね。そうなんですよ、一緒にケンタッキー食べて、うん、お指うめえって言ってるから変わらないですね。やばいですよ本当にね、うん、かわいいんですよ。いいですね。そういいんですよ、うん、はい、でトップバッターをねトマッチャーにやってもらって、トマッチャーね、いいトップ、いいトップバッター、いいですよね、うん、でここからまあ私の欲望なんでちょっと好きにさせていただいて、じゃん2曲目はですね、うん、坂本真綾さんでマジックナンバー。あーいいですね、はい、これ私コバトっていう作品、クランプ先生の原作のコバトっていう作品やった時に、うん、あの主題歌だったんですよね。うん、もうオープニングワクワクするもうイントロすごいね。イントロいいんですよね。アニメ始まった感じするわね。そう、私坂本真綾さん声自体がすごく好きで、いいですよね。なんでこんなに心地いいんですかね。なんかねずっと聞いてたいんだよな。スルッと入ってくるね。そうなんですよ。で、真綾さんの曲をカラオケとかで歌おうとすると、うん、本当になんかね、高くって、うん、ずっと高いところでステージしてて、そうなんですよ。でもね、なんか何にもキーンともしないし、うん、もうスーッと入ってくるじゃないですか、うん、なんかそれがね、憧れちゃうんですよね。私、初めて真綾さんのライブに、うん、あのを見に行って、はい、20歳ぐらいの時に、うん、多分コバトやったんですけど、うん、だからもう思い入れが強すぎてもうずっと泣いてていい曲みたいな、なんかね、そうなんですよ。思い出とともにね、思い出とともに、はい、いやこの曲めっちゃいいね。いいんですよ、コバトちゃんという子が本当にずっと前向きな女の子なので、うん、なんかその感じとすごいマッチしてて、坂本真綾さんがね歌詞書いてるんですけどね。あ、そうなんだ。そうなんです、すごいんですよね。作曲してるのは北川勝利さんって、私あの今プロデュースしてもらってる方なんですけど。あ、じゃあ今ゆかりもありながら。そうなんですよ。へえ、はい、いいなこの曲。そういいんですよ、心が洗われる感じがするんだよ、うんうんうん、アニメばっか見て家にずっとこもってさ、はい、どんどん進んでるはずなのに、こういう曲をいっぱい聴いて、はい、心が洗われてる気持ちになってんだよねそういう時期あんだよねどういうことですか綺麗なものに触れたっていう感じが一瞬でもしてるんだよね、うんうん、それがいいんだよね確かに、うん、
なんかね、河口湖でも見たような気持ちになりますよね。そうそうそう、なんかファーって贅沢ですけど、ちょっとじゃあ次、クラリスのアイロニーっていう曲なんですけど、クラリスもすっごい私たくさんゆかりがあって、いろんな作品でご一緒してるんですけど、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、俺妹だ、はい、黒猫っていう役も結構思い出があって、俺妹は良かったね。俺妹は色褪せないんですよ、ね、なんかいつ見てもね、なんかあの全然古くならないっていうか、俺さ妹いるから、あ、はいはいはい、いやさすがに妹萌えできねえなってなんか思ったんだけど、はい、めちゃくちゃ萌えたね。キリノちゃん可愛いですよね。キリノ可愛いって。そうなんです。いや私もだってアフレコしてる時に、展開は分かってるんですけど、はい、まさかああなると思わないですもんね。でもね、あの黒猫ちゃんもね可愛いんですよ、すごく。閉じらせてて、ゴスロリ衣装着た女の子なんですけど、クラリスですね。あの幼なじみの田村まなみちゃんが、はい、ほんといいメガネで好きだったんです。メガネっ子ですよね、はい、可愛いですよね。第2期の最後で、はい、キリノにとんでもない腹パンス。あそう、なんかそういうメリハリのある作品でしたよね。面白かったんだよね。面白かった、ね、うん、この曲良かったね。なんかほんとツーッと涙の出るフェスになるかもね。そうそうなんですよ。だからなんか、多分子さんの人が嬉しい。ありがとうって。そうそうそう、あのね、あの私の歴史をたどるっていう感じになっちゃいますね、ここからまた20代中盤に行くんですけど。あそうですか、はい、いいですね、はい、これですね、サイコパスの。あ、サイコパスね、はい、凛としてしぐれ、アブノーマライズ。サイコパスとね、凛としてしぐれの相性がめちゃくちゃ良かったね。良くってマジでカラオケ歌えないからね。そうなんですよね、これ本当にどうやって歌ってるんでしょう ね。いや、サイコパスがすごいやっぱり重たい、もう面白いんですけど、やっぱ題材もテーマも重たかったので、でその主人公の私が演じてた茜ちゃんっていう子がすっごいひどい目に遭ってくんですよね、なんかね、すごくなんかこう役にこう入り込まなきゃと思って、はい、もうめちゃくちゃ憂鬱な憂鬱で引っ張られちゃう。そうそう、電車に揺られながら行ってましたね、あの総武線つらかったなって思います。この、まあ、これ一期のね、はい、テーマ曲なんですけど、一期でね、あの牧島っていう、はい、牧島、そうそう、桜井孝宏さんが演じてる、ええ、あの黒幕みたいな人が出てくるんですけど、この人がね、何とも言えない魅力を持ってる人で、なあ、敵なんだけどね。そう、敵なんだけど、なんか、なんか憎めない、色気もあるし、ね、そう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 、ここまで来ましたから、もう鳥は私。ああ、ありがとうございます。すいません、本当にあのここで最新ですね。そうですね、最新曲を歌うという、はいはい、ありがとうございます。それは、はい、で、ちょっとアンコールも考えアンコールも考えてんの。ちゃんとやろうとしてんじゃん、アンコール。ちょっとローキューブっていう、あのユニットを、私ね、音楽活動始める前に組んでまして、はい、そのローキューブってアニメが、あの小学生女子のバスケチームの話なんですよ、で、そう、ほら、ビブス起きて本当だ、歌って踊ってたんですよ、ね、私、その上のやつ、そうそうそう、来てるね、センター私いい、ね、そうやってたんですよ、このユニット。は懐かしすぎて、この時代の曲だね。そうなんですよ、これドツドツしてるもんね。はい、ドツドツ。ローキューブで兄様に出たことがあるんですけど、周りすんごいきらびやかな衣装着てるんですけど、私たちだけビブス着てバッシュ履いてこれ復活したら湧くよ湧く。いや、私もね、湧くと思います。湧くよ、はい、花澤さんのこういう時代もいいね頑張ってましたね、そうそう。で、この一番右の小倉優衣ちゃんが、あの踊りもできるので、あの振り付けを全部ね、優衣ちゃんが考えてくれてたんです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。いや、いいですね
女子に向けて、はい、縦で分けましたけど、この、はい、ある年代っていう横で分けてますよね。そうです、う横でそうですね。いろんな角度からフェス作れそうですね。いいね。うん、これに俺のやつに関してはもうフェスで一度に会して客を集めるのもったいないっていう感じもするもん、ね、確かになかなかそれ単体でもやってくれないのに。そういやでもすごいだろうな、配信とかしたらもう儲かりまくりますよきっと。半端じゃないな、半端じゃないですよ。ギャラも相当なことになるだろう、ね、そうですね確かに、うん、東京ドームとかかな、日産スタジアムとか、ね、そうですね、うん、3 days ぐらいやってほしいですけどね、やりたいね。それでは岩井花澤のこの漫画が熱い、またお会いしましょう。さよなら。私声優古賀葵が原案を務める、漫画マンホール戦記葵が無料漫画サイト週刊コロコロコミックにて連載中でございます。私のマンホール愛がたくさんたくさん詰まった作品になっていますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。